とこれ別体だったんですよ。それが CI4 を使ってたんですけど、プレートとむき出しなんやプレートはもともとマグレマグレだったんですけど、今回その一体でマグレでここまで全部、包み込むというか、ここむき出しじゃないですか。このネジのとこ、これ溝、はいはい、これってなんかあの定期的なやっぱオイルメンテナンスが必要なんですか。です、ね、結構あのボーとかウィードとか乾いたやつとかが挟まったりとか、はい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 、ああレベル1と近いし、近いし、気づいたら結構汚れてるったりするんで、あの綿棒とかで、あ綿棒で大丈夫なんですか。汚れをまず取っていただいて、その後、グリスかオイルかちゃんと持ってってもらう。はい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 、意外と目がいかないというか、うん、これ見ない、こんなとこ見ない、よく見たら結構汚れてるな、うん、見ない、目が挟まってたりとかするので、はあ、なるほどね。これ多分分解できないですもんね。ちょっとややこしいです、うん、素人運動じゃできないですもんね。素晴らしいになりますもんね、メーカー送りとかになりますからね。そうですね、あなるほどね、はい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 、一旦に巻き管に影響したりするんですよ、ゴミが挟まってると。まあ絶対そうですよね。そうなんですよ、ギアが悪いかなと思って、実はここが、やられてたりとかね、ゴミが挟まったりとかして。そうか、レベル1以内の動きにも影響するから、キャスティングもまあまあかかってきますね。はあ、あとはこの糸の通る穴の部分、金属部分、ここ結構汚れたりするんで、そこをまめにこう綿棒とかで内側をね拭いてもらうとかして、うんうんうん、クリスがお色選んだんですけど、この黄色の、はい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 、そう、そこにもウィード、あのウィードのカスとか、うん、いろんなものが付着するんで、綿棒じゃ入りきらんかもな。そうそう、なんかいいのあれば補助なんか、ああいうのやったらいいですよ。なんか針金の先になんか、なんかつけてね、洗うやつあるじゃないですか。そういうのなんか利用してもらったら、うん、そういうのでなんかクリ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 洗えるような。なるほどね、そうか、こいつを裏側に向けたとしても逆に都合悪いんか。せや、糸の水ピャピャ飛んでくからダメなんだ。ここの辺、はい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 、おそかになりがち、あのメンテを 下にも向けれんし、上もちょっと微妙だな。なるほどね、ようできとるもんや。あー、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。